23名、そしてトレーニング一緒に戦ってくれる選手でワールドカップを迎える。これをメンバー決めるときにいろんな戦いのイメージをして、このメンバーで腹くくって戦う、そういうふうに思ったときにはもう期待しかない。やっぱり4年に一度のワールドカップてっぺん目指してやる、新しいなでしこ歴史を作る、そういった強い気持ちを持ちながら今日からスタートしていきましょう。